その先ほど川岡さんおっしゃったみたいなコンパクトテクニックがあって、次に対してのこうアイデア、ビジョンとかを出すのに時間使えるみたいな話で、久保選手って僕の見てる印象で、誰にパスつけてどっちに自分が動くとか、この選手は斜めに走ったから相手のサイドバックが釣られて大外が空くとか、なんかその2手先3手先をこう相手が動くから次がここ空くなみたいな、知性がすごくある選手だと思うんですね。そういった選手って僕の経験上なかなか足元とかが上手くなったりとか、この落ち着いたところでのポジショニングが教えられても、瞬間的なコンビネーションの中での動く方向とかってなかなか上達させにくいと思ってて、あれは結構やっぱセンスに委ねる部分が大きいのか、それ用のアプローチの仕方があるのかってどっちなんですかね。半分はやっぱり才能の部分は大きいと思うんですよ。多分誰かに教わってっていうんだったら、あのレベルにはなかなかいかないんで、それ以外の半分というのは、多分いいビジュアルで、誰か好きな選手とか、トップレベルの選手、常にこう意識しながら、どういう選択してるかとか、だから目の前の現象ですぐアクションを起こすのもうまいけども、その現象をうまくこうダミーで使って、別のとこを使うとか見れるっていう、これにやっぱり興味がものすごく強い。っていう、そういう環境とか、そういう選手が何人か周りにいたりすると、多分触発されて、やっぱりそういう方向にも自分のプレーを向けていったんじゃないかとは思うんです。環境で変わるか、環境がないんだったら自分からその環境を、なんか映像を見るでもいいし、作りに行くかってことですよね。そうですね。だから一番はやっぱりコーチであまりそういうたくさんアイデアもないのに、自分の頭の中の範囲で、アドバイスずっと終始するのが一番良くない。だったら何も言わない方がいいぐらいね。だから、久保君みたいに小さいとかいろいろ技術も高いけど、いろんなことを考えようとする人は黙っといた方がいいと思うんですよ。で、逆にスペイン行って、例えば、ああいう、まあ同じチームでダビド・シルバーとかいい選手がいたりとか、やっぱり日々やっぱりこう、自分も勝負できるけど、逆にはいいお手本というか、刺激になる選手のプレーなんかは、やっぱり必ず見てるはずなんで、で、それをどういうふうに解釈して自分に落とし込むかっていうのは、もうそういう選手は多分自分ができると思うんです。だからその時に余計なアドバイスすると、逆言えば信頼関係もなくなるし、そうですね。本当に50%ぐらい、50%以上やっぱり才能の部分も多分あると思いますけどね。やっぱそうなんですね。実際に川勝さんが出会ってきた選手の中で、逆にもうその後から、川勝さん出会った後に、その怖さが身についた選手っていうの、どなたかいらっしゃいますか？その。やっぱり中島翔也はですね、ああ。高校生の時からもうトップの合宿とかにも一緒に帯同してもらって、体も相当ちっちゃかったけど、とりあえずドリブルするのは好きなのと、シュート打つのが異常に好きなんですよ。で、もう練習2ブレぐらいやってても、必ず自分でボールを10個か、いくつかこうネットに入れて、一人でシュート練習やるんです。で、やりすぎるんで、もう午後の練習あるから、そろそろ帰ってくれよとかって言っても、やっぱり自分のノルマあるみたいで、だからやっぱそういうのって、強制してもなかなかやれないことを自主でやる。で、結局ヨーロッパ行って、まあ代表も入ったけど、点も取れたりとか、ドリブルで簡単に何人も抜いていくっていう、やっぱりそこの成長っていうのは、やっぱり向こうに行ってまたワンランクなんかこう違うものを見たり、掴んだのかなみたいな感じはしましたね。川勝さんご自身が中島翔也にはじゃああんまり言わなかったってことですよ。なんか。言わないです。やらない選手には言うけども、やれないとか、やらないとか。でも、翔也はもう自分でやってて、逆にやりすぎるんで、今日は一回帰ってくれよとか、クラブハウスに一回戻って、休めて、食事して、午後までちょっと体休めた方がいいとか。ただ、体小さかったんで、合宿中とかも、できるだけこう、食事は意識して、でも結局もう一番最後までテーブルに座ってたのは翔也だったんで、だからそういう選手になんかこう変なプレーのアドバイスはしない方がいいし、逆に本人が聞きに来た時だけ喋るみたいな。やっぱり考えられる力を持ってるのも才能なんで、そこはあまりこう余計なことを言わない方がっていうので、スタッフにもあまりこう余計な技術的なアドバイスはしない方がいいよっつって。やっぱり自分でもなんか考えると、やっぱり人の言うこと聞いてサッカーやった記憶がないんで やっぱり考えようとする人っていうのは、あんまり別のこと言われても、本当にこう、興味あることだったら反応するけども、大体そんなこと分かってますよっていう生意気だけど、自分もそうだけど、やっぱりできる選手って、もう相当な子供でも頭持ってるんで、
そこを大人が違う方向に仕向けるっていう、悪気はなくても結局あんまりこう、プラスにもなんないなと。火を消さないことの方が大事みたいな感じなんですね。そうですね。火を消さないし、うん、逆に言えば消されないようにガードするというか、はいはいはい。塀を作るような方が、そういう選手は逆に少ないんで、やっぱりそういう選手をみんなこう、どんどんアドバイスしたがるけども、でもしても多分その選手はもうすでにそれ分かってると思うんで。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。両側ともでした。バイバイ。